まあそうして森の中をさまよっていた俺だが後になった。この世界にはドライアドと呼ばれる種族が存在する。そのドライアドが俺の目の前にいたりするからである。彼女の視線一つ、吐息一つ、汗一つに至るまで分かっていてもあれが反応してしまうのは、前世はともかく今の俺が未経験だからだ。仕方ないのだ。このまま流されてしまえば養分にされてしまう。それは絶対に避けたい。だからこれまで一度も使ったことのない能力を使うことにした。すっごいドライアドさん、いただきます。もう君って乱暴なんだね。でもいいよ。その後5時間、俺たちは血の滴るステーキを貪るように欲望を食い尽くした。すっごくよかった。また来てね。気が向いたらね。いつまでも待ってる。何がどうとは言わないが、最高でした。